将軍となり、マラトンの戦いで、アテナイプラタイア連合軍を率いて、ペルシア軍を破った。アテナイに生まれる。ミルティアデスの父鬼門は、ペーシストラトス一族によって暗殺されたが、ミルティアデスは交遇され、兄弟のステサゴラスがケルソネソスで死んだ後、公認として同時に送られた。彼の名前は、ケルソネソスの開拓者ミルティアデスに由来する。 選手時代に、レムノス島を占領するなどの功績を挙げたが、イオニアの反乱において、フェニキア軍の接近を察知し、紀元前493年には、ケルソネッソスを離れて、アテナイに戻った。反ペルシアを標榜する、彼は、おそらく親ペルシア派のアルクメオニ一族によって、選手支配の経歴を卒追されたが無罪となり、アテナイ民会では将軍に選出された。 マラトンの戦いで劇的勝利を収めたことで、一躍アテナイの英雄として、賞賛を受けた。しかし、紀元前489年より強行した、パロス島の攻略に失敗したため、クサンティッポスの告発により、民会で、アテナイ民衆への欺瞞という罪に問われた。告発側は死刑を求刑していたが、アテナイのかつての英雄に対する上場釈量が認められ、 五十タラントンという、極めて高額な罰金を支払うことで死を免れた。とはいえ、支払いが完了する前に、獄中で、桃のエッソにより死亡したとされる。この足の負傷は、パロス島遠征時に、神の罰を受けたとも言われた。ありがとうございます。